ジュマップの戦いジュマップの戦いは、フランス革命戦争中の1792年11月6日、オーストリア領ネーデルラントのジュマップで正規した、フランス第一共和制の北方軍とハプスブルク帝国軍の間の戦闘。フランス軍は多くの経験不足な義勇軍で構成され、人数が圧倒的に少ないオーストリアの正規軍に勝利した。 シャルル・フランソワ・デュムーリエ率いるフランス軍は人数でアルベルト・カジミール・フォンザク・センテシェント、フランソワ・セバスチャン・シャルル・ジョゼフ・ド・クロワ率いるオーストリア軍に3対1の優勢を有しており、山の瀬にあるオーストリア軍の陣営に対し勇敢だが統率の欠けた攻撃を行った。フランス軍は山の瀬の一部を占領、オーストリア軍はそれを追い返すことができなかった。最終的には、 デシェンコーが撤退を命じたことで、オーストリア軍の敗北となった。デュムーリエは、オーストリア領ネーデルラントへの侵攻を目的としており、東映も近い11月という時期に、大軍でオーストリア軍に攻撃した。そのため、ジュマップの戦いでは準備の整えたオーストリア軍に、大し多大な損害を被りながらも突撃を観光した。戦後、デュムーリエは1ヶ月で、 オーストリア領ネーデルラントの全土を占領したが、3月のネイル・インデンの戦いに敗北したことでそれを失い、再進行は1794年夏まで待たなければならなかった。1792年夏、フランス外省圏北方軍の指揮官、シャルル・フランソワ・デュムーリエは、オーストリアとプロイセンによるフランス本土侵攻を防ぐ最良の手段は、 オーストリア領ネーデルラントへの侵攻であると考えたが、デュムーリエが動ける前に同盟軍が侵攻を開始、彼は南化することを余儀なくされた。9月20日には、バルミーの戦いに及んだが、フランス軍が砲撃に耐え、一撃だけで逃げる寄せ集めではないことを証明した。同盟軍の指揮官ブラウンシュバイク校は、リスクの大きい全面攻撃をせずに撤退した。 これによりデュームーリエは北上する時間ができ、9月末から10月にかけてリールの包囲に対処した後、ようやくオーストリア領ネーデルラントへの進行計画を実施した。しかし、約束された資源が来られなくなったため三手に分けるという元の計画は変更され、代わりに10月末に軍の大半をバランシエンヌの前に集結させ、続いてモンス、ブルッセルへと進んだ。 オーストリア軍の指揮官は、オーストリア領ネーデルラント総督、アルベルト・カジミール・フォンザクセンテシェンだった。彼は2万人以上の軍勢を有したが、長い防御戦に散らばっていたためジュマップでは、不評1万1628、騎兵2168、大砲56門で戦った。彼はこの軍勢をもって、左側のモンスから、右側のジュマップまで続く空エモの尾根を守備した。 オーストリア軍右翼は、フランツフォン・リリエンが、中央は、フランソワセバス・チャンシャルル・ジョゼフ・ド・クロワ伯爵、左翼は、ジャンピエール・ド・ボーリューが指揮した。リリエンの軍勢は4個不評大隊、7個不評中隊、3個、騎兵大隊で、クロワの軍勢は、ク空ムム村にいた3個不評大隊と4個騎兵大隊、ボーリューの軍勢は、ベルテモンの南にある山上の3個不評大隊と、 その左翼を守る5個不評中隊と1個、騎兵大隊だった。さらに、モンスに1個不評大隊がおり、最左翼のモンパリセル近くに2個中隊がいた。オーストリア軍は、トロイユ川と森の周りにある沼地で後ろに2つのダムがあるところで陣地を構えた。そのため、それ以外の撤退の経路は、モンスを経由する道だけだった。デュムーリエの軍勢は、 オーストリア軍の2倍の人数だった。彼自身の北方軍には、不評3万2000、騎兵3800、大砲100門があり、ジュマップではさらに、フランソワ・アダルビル将軍率いる兵士4000と、大砲15門の支援を受けた。多くの年上の指揮官は、経験豊富な兵士か貴族であり、その最たる例が中央部を率いた、シャルトル公爵であった。右翼は、 ピエール・リールド・ベルノンビルが、左翼は、ジャン・アンディ・ベケイ・フェランが指揮した。ダルビルは右翼への増援として投入された。デュムーリエは数的優勢で、オーストリア軍を押し切って、陣地を奪取するつもりだった。計画ではまず、ベルノンビルとダルビルが攻撃した後、オーストリア軍の弱点である左翼を包囲する、予定だった。続いて、フェランが、ジュマップの前にあるケアレニョンを占領。 ベルノンビルがオーストリア軍中央部を攻撃、ダルビルがモンパリセルに移動して退路を立つ予定だった。ジュマップにある戦闘の記念碑、2012年撮影。鉄線工は自軍の不評11,628、騎兵2,168、大砲56門をモンスから数キロメートル西の空エムの尾根に配置した。 オーストリア軍の大砲は12ポンド砲14門、6ポンド砲と3ポンド砲、合計36門、7ポンド榴弾砲6門だった。陣地の北の端は、リリエンがジュマップ村で守備しており、クロアが中央部を、ボーリュウが左翼を指揮した。オーストリア軍右翼は西に面しており、中央と左翼は南西に面していた。クーエム村は、オーストリア軍左翼の後ろにいた。 しかし、オーストリア軍は、アーアン川にかかっている橋一本でしか撤退できず、人営の弱点となっている。デュムーリエは、不評3万2000、規平3800、大砲100門を有しており、ダルビルからの軍勢4000との合流にも期待していた。デュムーリエは、オーストリア軍の領域を攻撃しようとして、軍を領域に分け、フェランに左翼の指揮を、 ベルノンビルに右翼の指揮を命じた。フランス軍は国王軍、義勇軍、国民衛兵の混成軍だった。フランス軍は黎明から午前にかけて、統率の取れていないが、色揮盛んな一連の攻撃を行った。正午に勢いがそがれてくると、デュムーリエは、再び突撃を命じた。シャルトル公爵は大部隊をオネの中央部に送り込み、足場を築くことに成功。 オーストリア軍はそれを撃退することができなかった。フランス軍の一部がオーストリア軍右翼を回り込み、背後を脅かしたタメテシェンコーが右翼と中央部をモンスに撤退させ、防竜も左翼の軍を用いて撤退を援護した。フランス軍は戦士650、負傷1300を出した。オーストリア軍の損害は戦士305、負傷513、 捕虜423、大砲五門六角だった。フランス軍が大量に砲撃したため、オーストリア軍は多くの損害を出しており、中でも第41ベンデルフ氷連隊が士官41人と兵士400人の損害を出していた。モンスは戦闘から5日後に降伏、ブリュッセルは11月14日に陥落した。フランス国民は初めて攻勢に出て勝利したことに狂気した。 ジュマップの戦いは一見してはフランスの対象には見えなかった。フランス軍は死傷率がより高く危険な陣地にいた小生の敵軍を取り逃がした。しかし1792年時点ではフランス軍の士官の多くが亡命しており、ジュマップの戦いは経験不足な義勇軍がオーストリア正規軍に勝利した戦闘であった。そのためこの戦闘は フランスの革命政府を勇気づけ、これ以降フランスが頻繁に攻勢に出るようになる。より短期的な影響ではフランスによるオーストリア領、ネーデルラント占領ができるようになった。デュムーリエは、モンスを落とし、11月12日まで、そこに止まった。その後、彼は、ブルッセルに移り、13日のアンデルレヒトの戦いで、オーストリア軍公衛を撃破した後翌日に、入場した。 オーストリア領ネーデルラントは数ヶ月後にフランスの手から一旦離れるが、フランスは占領期に保守的なネーデルラント住民に自由思想を植え付けることに成功した。1793年にはデュムーリエが亡命を余儀なくされたが、彼のジュマップにおける勝利はフランス第一共和制が戦勝に踏み出す第一歩となった。さらに、 この勝利により1793年の戦闘の大半がフランス国外で行われることとなった。ありがとうございます。